ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。やっぱり、両生類の中で一番可愛いのは、ダントツでカエルだと思うの。あのフォルム。あの質感。他の追随を許さない可愛さだわ。いきなりどうしたんだ、霊夢。もしかして、カエルの毒にでもやられたのか？いやね、マリサ。私は、至って正常よ。なら、どうしたって言うんだ？この間の梅雨時期に、久しぶりにアマガエルと遭遇したんだけど、それ以来、あの可愛い生物のことが忘れられないのよ。あのうるうるしたお目目なんて、最高よね。はぁ、寝ても覚めても、カエルのことばかり考えてしまうわ。ははぁ、そういうことか。確かにアマガエルは可愛いけどな。両生類の可愛さ勝負なら、オオサンショウウオも負けてないだろ。霊夢だって、ぬいぐるみを持っているだろうに。オオサンショウウオの場合は、デフォルメされた時の可愛さでしょ？その点カエルは、元の状態でもキュートじゃない。霊夢よ、この世の中にはな、精神をえぐられるような、奇妙な見た目をしたカエルも存在するんだぜ。果たしてこれを見た後でも、可愛いなんてセリフが吐けるかな？もちろん、私は全てのカエルを平等に愛するわ。というわけで今回は、ヤバい見た目の特殊なカエルについて、解説していくぜ。日本全国で大量発生している金のカエルについても扱うから、ぜひ最後まで見ていってくれよな。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。それでは最初に、一般的なカエルの基本情報を押さえておこう。はーい、よろしくね。カエルは、両生類の中でも、オノナイム美目に分類される生物だぜ。ちなみに、オープニングで名前が出たオオサンショウウオは、両生類の中でも王持つ有尾目に分類される生物なんだ。オタマジャクシには尻尾があるけど、カエルは、無尾目なのね。ああ、そうだ。オタマジャクシは、カエルの幼生だからな。幼生というのは、肺と生体との間で、生体とは、著しく形態が異なる時期を指す言葉だ。確かに、かなり生体とは違う姿をしているわね。オタマジャクシには、獅子がなく、ヒレのついた尾を持っているし、水中でしか生きられないもの。その通り。オタマジャクシはエラ呼吸を行い、尾を使って泳ぐため、淡水中でないと、生きることができないんだぜ。オタマジャクシは変態を遂げることで、尾を持たず、肺呼吸をする、獅子を持った幼体へと成長するんだ。つまり、成長変化の過程において、孵化から変態までを幼生と呼ぶわけね。カエルの場合は、その器官がオタマジャクシとして知られているんだわ。オタマジャクシの器官は、種によって、大きく異なると言われているぜ。日本で見られる種の中では、ウシガエルが特に長くて、変態まで1年から2年を要し、幼生の途中で一頭もするんだ。へえ、ウシガエルは、1年以上もオタマジャクシのままなのね。赤ちゃんって、感じがしないわ。そうだろうな。ウシガエルのオタマジャクシは、体長が6センチほどあり、さらに成長すると、12から15センチほどにもなるらしいからな。うわぁ、手のひらサイズのオタマジャクシか。普通サイズと比べると可愛さは半減するけど、別に触れなくはないわね。そういえば、ウシガエルのように越冬するオタマジャクシって、他にもいるの？他には、ツキガエルでも越冬幼生が知られるが、それ以外のほとんどの種は、年内に変態を遂げるな。ちなみに、日本ヒキガエルで2ヶ月半程度、短いもので言えば、日本アマガエルなどは1ヶ月半ほどで変態に至るぜ。私の心をわしづかみにしたアマガエルちゃんは、オタマジャクシの器官が短い種なのね。ああ、霊夢が見たと思われる日本アマガエルのオタマジャクシは、全身が褐色で、薄いまだら模様があるため、全身が黒いヒキガエル類などと区別できるんだ。実はアマガエル科は、全世界の熱帯温帯から650種類ほども知られ、その種類によって、様々な体色や繁殖形態が知られている。アマガエルだけでも、そんなにたくさんの種類がいるのね。カエル全体だと、何種類くらいいるのかしら？現時点では、6579種ほど知られており、そのほとんどが水辺で暮らしているんだぜ。水のそばで生活しないものは、世界でも、ほんのわずかしか知られていないな。ちなみに日本には、5か42種のカエルが生息していると言われているんだ。ひぃ、ものすごい数ね。これだけ種類がいれば、ヤバいカエルが1つや2ついても、不思議じゃないわ。続いては、一般的なカエルの生態について、見ていこうと思うぜ。今回紹介する特殊なカエルの中には、生殖方法が一般とかけ離れている種もいるから、先に普通のカエルについて、説明しておいた方がいいだろう。一理あるわね。よろしくお願いするわ。カエルといえば水辺に生息し、陸と水中の両方で生活する種類が多いが、ほとんど陸上だけを生活の主体にしているもの、樹上にまで進出しているものもあるんだぜ。実のところ、完全に水中生活のものはそう多くないんだ。
ちなみに、カエルが海水に入ると、浸透圧により体から水分が出て死んでしまう。両生類というくらいだから、水陸両用なのは知っていたわ。だけど、どちらかといえば、水中よりだと思っていたから意外ね。そういえば、カエルって何呼吸をしているんだったかしら？昔、理科で習った気がするけど、完全に忘れちゃったわ。一般的なカエルは、呼吸の大部分を皮膚呼吸に頼っているから、皮膚がある程度湿っていないと、生きていくことができないんだ。わずかに肺呼吸も行っており、その際は口を膨らませ、それによって得た空気を肺に送り込むという形をとっているな。吸い込むというより、空気を飲み込んでいるみたいね。霊夢、全くその通りだ。カエルが口を膨らませて肺呼吸を行う理由は、気嚢や横隔膜といった呼吸機構を獲得しておらず、それら補助器官による自発呼吸ができないためなんだぜ。ただし、中には肺を持たず、皮膚呼吸のみで生きている種も存在する。2007年8月、インドネシアカリマンタン島で肺のないカエルが発見されたんだ。え、皮膚呼吸だけで生きられるの、両生類なのに。まあ、おそらくこの種は、例外中の例外だろう。進化により肺を持たなくなったカエルは、現時点で、この種以外に存在しないからな。続いては、一般的なカエルの食性について話していく。霊夢は、カエルの食料が何かわかるか？カエルといえば、小さい虫を食べるイメージね。舌をビョーンって伸ばして、素早く獲物を捕まえるのよ。これは、さすがに知っていたな。おおむね正解だ。カエルは、ほとんどが肉食性で、主に昆虫などを食べている。陸上で採食するものは、霊夢が言ったように舌を長く伸ばし、昆虫をそこにくっつけて、口に引っ張り込むというスタイルだな。ただし、大型の種の中には、小型哺乳類まで食べるものも存在する。さっきも話題に出た牛ガエルなんかが、その典型例ね。以前にテレビで、蛇を丸飲みにする映像を見たことがあるわ。ああ、そうだ。昆虫類、甲殻類などの節足動物に加えて、魚類、両生類、小型爬虫類、鳥類、小型哺乳類、果ては自分より小さい同じ牛ガエルに至るまで、口に入るあらゆる動物が、牛ガエルの捕食対象となるんだ。さすが牛ガエルさん、共食いも厭わないなんて、野生動物としては、当たり前かもしれないけど、生きること食べることに対して、ものすごく貪欲ね。いろんな国で、外来種として定着しているのも頷けるわ。そうだな。続いては、カエルの生殖について話すぞ。カエルの多くの種は、体外受精で繁殖を行っているんだぜ。さらに、月の満ち欠けに対応して繁殖行動をし、満月の夜に最も活発に活動するそうだ。へえ、カエルって、月の満ち欠けに呼応するように、繁殖しているのね。不思議だわ。満月の夜に活動的になる理由は、わかっているの？詳しいメカニズムはわかっていないが、生殖ホルモンとの関係で、満月の夜は、繁殖の成功率が高いらしいんだ。月の満ち欠けとの関係は、他の生物の生殖にも現れているからな。ウミガメとか？そうそう。ウミガメとかサンゴとかがそうだな。しかし、人の受精や農業との関わりもあるそうだから、何も水生生物に限ったことでは、ないのかもしれないぜ。ふーん。詳しく調べてみると、面白そうね。確かに気になるテーマではあるが、ちょっと規模が大きすぎるな。カエルの話に戻ろう。それもそうね。カエルって、水中に産卵するんだったかしら？多くの種は水中で産卵するが、中には、陸上で産卵する種も存在するぜ。水面や樹上に泡状の塊を作り、その中に卵を産むものもいるらしい。え、でも陸上で産卵してしまったら、孵化したオタマジャクシはどうなるの？なんだか、干からびちゃいそうな気がするけど。例えば、日本の固有種であるモリアオガエルという種の場合は、水面上にせり出した木の枝や草の上などに、粘液を泡立てて作った泡で包まれた卵塊を産みつける。そして、約1週間ほど経って、孵化したオタマジャクシは、泡の塊の中で雨を待ち、雨で溶け崩れる泡の塊とともに、下の水面へ次々と落下するんだ。ははーん、なるほど。オタマジャクシが孵化した後、水中へダイブできるように、しっかり、ポジショニングしているのね。いつ降るかわからない雨待ちというのが、少しリスキーだけど、モリアオガエルは、なかなか面白い生態をしているわね。そうだな。ちなみにイモリは、モリアオガエルの幼生が泡巣から落下するときに、その真下で待ち構えていて、落ちてくるのをパクパク食べるそうだぜ。きゃあ、完全に餌場扱いされてるじゃないの。空中じゃ、逃げようがないし、イモリに見つかったら罪ね。自然の摂理だな。カエルの卵数については、数個から数万個までと変異が大きい。一般に卵を保護する種や直接発生する種では、小卵傾向があり、水中に産んでそのまま放置する種では、多卵傾向があるぜ。親が守れるかどうかで、子供の生存率に差が出るからね。卵の数は、例えば何個くらい？何種類かのカエルを紹介してほしいわ。わかったぜ。例えば、先ほど名前が出たモリアオガエルは、
卵塊の中に、約300から800個ほどの卵を見つける。牛ガエルは、5から9月上旬に、約4000から6万個の水面に浮かぶ卵を産む。それから、霊夢の好きなアマガエルは、繁殖期になると、一度に約200から1000個の卵を数回から数十回にわたって、産むとされているな。本当に種によって、ピンキリなのね。なんといっても、カエルは6500種以上もいるからな。文字通り、多種多様というわけね。そして、カエルの繁殖に欠かせないのが、鳴のうと呼ばれる部位だぜ。それ、なーに？初めて聞いたわ。鳴のうとは、大部分のオスのカエルが持つ柔らかな皮膚の膜のことだな。鳴き袋や歌袋と呼ばれることもあるそうだ。オスがメスを誘うとき、鳴き声を増幅させるために、利用されるんだぜ。確かにカエルといえば、あの独特の鳴き声よね。鳴のうの役割からして、オスにしかないってことかしら？ああ、そうなんだ。鳴のうの存在や発達状況は、カエルの多くの種において、外見から、その雌雄を判別する方法の一つなんだぜ。へえ、そうなのね。でも、どういう仕組みで鳴き声を増幅させているのか、よくわからないわ。それでは、もう少し詳しく説明しよう。カエルの鳴のうは口腔内に開口しており、舌の両側に2つの切れ込みがあるんだ。ふむふむ。そしてカエルは、メスを呼ぶときに、肺を膨らませる。空気は肺から喉頭を通って、鳴のうの中に入る。喉頭が振動すると音を発し、鳴のう内で共鳴するという仕組みだな。音が共鳴すると、どうなるの？共鳴によって音を大きくさせ、オスのカエルは、遠くにいるメスも呼び出すことができるようになるんだ。広いエリアから、多くのメスを引きつけることができるのね。その通り、鳴のうが存在することにより、1キロ以上離れていても聞こえるようになるそうだ。音を共鳴させて鳴いている間、オスの体壁の筋肉は、取り込んだ空気を押し戻し、肺と鳴のうの間を行き来させるイメージだな。ちなみに、カエルの鼻と口は、鳴いている間は閉じているんだぜ。ああ、空気漏れを防ぐためね。人にとっては、うるさく感じることもあるけど、メスにアピールするためなら、仕方ないわ。実はカエルは、求愛以外の目的で鳴くこともあるんだぜ。え、そうなの？例えば、他のオスにメスと間違われて抱きつかれると、抱きつかれた方のオスは、泣いて拒絶するんだ。なるほど。おいおい、俺は男だぞ。ってことね。メスと間違われて焦ったカエルを想像したら、ちょっと笑えてくるわ。確かに、少し不憫だよな。このように、他のオスにメスと間違われて包摂されたオスが、間違った包摂を解除させるための鳴き声を、解除音と呼ぶんだぜ。カエルの出す鳴き声には、求愛音、縄張り音、警戒音、危険音、雨鳴きなど、いくつものバリエーションがあることが、わかっているんだ。雨鳴きは、アマガエルが有名よね。ああ、低気圧が近づいたり、雨が降っていたりするときに発する鳴き声だな。通常、アマガエル以外のカエルは、繁殖期が終わると鳴かなくなるんだ。そういう意味では、アマガエルも割と特殊なのね。そうだな。それでは、ここからはいよいよ、ヤバい見た目のカエルを紹介するぜ。一種目のヤバいカエルは、ピパピパだぜ。キャー、なんなの、その可愛い名前。北欧とかに、そういう名前の妖精いそうじゃない？いやいや、霊夢。そんな調子だと、痛い目見るぞ。ピパピパは可愛いどころか、かなりグロテスクな姿をしていることで、知られているんだぜ。そうなの？でも私、グロ耐性なら自信あるわよ。カエルの卵だって、タピオカだって平気だし。こらこら、その二つを並列に扱うんじゃない。タピオカへの風評被害で、訴えられてしまうぞ。まあまあ、とにかく私は大丈夫だから。話を進めてちょうだいな。わかったぜ。ピパピパは、ピパ科に分類されるカエルの一種で、アマゾン川流域を中心とした南米北部の熱帯域に分布し、川の中に生息している。陸上に出ることはほとんどなく、一生を水中で過ごすんだ。主に水中で暮らすのは、熱帯地域だと、すぐに干上がっちゃうからかな？大きさは、どのくらいなの？生体の体長は15センチほどもあり、大型のカエルと言えるな。ピパピパの体色は褐色で、全身にイボのような小さな突起がある。後ろ足には広い水かきが発達しているが、前足には水かきがなく、指先に小さな星型の器官があるんだ。今のところ、可愛いじゃない。他には？他には？続けるぜ。前方に3つの形に尖った頭部と、上から押しつぶされたような扁平な体を持ち、一見するとカエルとは、思えない見た目をしている。目は小さくてほとんど目立たないが、口はかなり大きいな。それから、舌がないのもピパ科のカエルの特徴なんだ。舌がないとかありえるの？舌がないのは、同じピパ科の爪ガエル類とも共通した特徴だな。じゃあ、ピパピパはどうやって獲物を取るの？やっぱりカエルと言ったら、舌で獲物を捕まえるイメージだけど。まずピパピパは、前足を前方に突き出し、万歳をしたような格好で、川底に潜んでいるんだぜ。
褐色の扁平な体は枯葉や岩石によく似ており、捕食者や獲物の目を欺く擬態なんだ。ああ、そういうこと。町のハンティングスタイルなのね。前足の指先にある星型の器官は、節足動物の触覚のような役割を果たしており、小魚や水生昆虫が前足に触れると、瞬時に大きな口で捕食するんだ。この際、口を開けて水と共に獲物を吸い込みつつ、前足で口の中に書き込むような動作を行う。舌の代わりに、前足で獲物を口の中へ運んでいるのね。って、あれ？確かにユニークな生態だけど、グロ要素はどこへ行ったの？まさか、潰れた形の体がそうだなんて言わないわよね。さすがに、そんな大げさには言わないぜ。ピパピパの特異性は、繁殖行動とその時の姿にあるんだ。どういうこと？実はピパピパは、メスが子供を保育することでも知られているんだ。保育？ということは、産卵後も面倒を見るということなの？ああ、その通りだ。産卵前になると、ピパピパのメスの背中の皮膚は、まるで、スポンジのように、柔らかく飛躍するんだ。交配の際、オスとメスは水中で交接しながら後方に何度も宙返りをする。そして、いわゆる背泳ぎの状態になった時に産卵した卵をオスの腹部で受け止めて受精させ、回転が終了した時に受精卵をメスの背中の飛躍した皮膚組織に押し付け、そのまま埋め込んでしまうんだぜ。それはそれは。なんとも、アクロバティックな繁殖方法ね。メスの背中に埋め込まれた卵は、その後、どうなるの？卵は組織内で孵化し、幼生の時期もメスの背中の組織内で過ごすんだ。今から見せるのは閲覧注意だぜ。特に集合体恐怖症の人は、このようにメスの背中から飛び出してくる頃には、小さなカエルの姿になっているんだぜ。メスの背中にたくさん開いた穴から、子ガエルが次々と飛び出してくる様子が、多くの人にグロテスクと思われるゆえんだな。うわぁ、これは、思ったよりもグロ度高いわね。まるでカエルから小さいカエルがいっぱい生えているみたいだもの。まあ実際、生えているようなものだからな。特に集合体恐怖症の人なんかには、ダメージが大きいと思うぜ。ちなみに、和名であるコモリガエルという名は、この特殊な繁殖行動から付けられたものなんだ。そうでしょうね。子ガエルが巣立った後は、メスの背中はどうなるの？まさかとは思うけど、一生そのままなんてことは。大丈夫だ、霊夢。子ガエルを出産した後、母ガエルは出産に使用した。皮膚の薄い層を徐々に脱ぎ捨て、通常の生活を再開するんだぜ。ふう、安心したわ。まあ、いくら元に戻るからといっても、背中に卵を埋め込まれるなんて、絶対嫌だけどね。そりゃあ、誰でも嫌と思うぜ。何にせよ、ピパピパに生まれなくてよかったな。やばい見た目の特殊なカエル二つ目は、透明のカエルだぜ。透明の生物なんて本当に存在するの？透明って言っても、ほんのちょっと透けている程度だったりして。まあ、そうだな。霊夢の感想は、もっともだぜ。それじゃあ、一旦、この画像を見てくれるか？うわ、何これ、マジのマジで透明だわ。一体、どうなっているの？これは、ロシアのクラスノウラリスクという町付近で発見された体が透き通ったカエルだぜ。驚くべきことに、内臓や骨格、心臓の鼓動までが丸見えだということだ。それも1匹、2匹ではなく、同じ場所から60匹もの透明ガエルが、捕獲されたらしい。信じられないわ。ここまでスケスケなんて、これは、なんという種類のカエルなの？いや、実はこのカエルは、全くの新種というわけではなく、何らかの危機種のミュータントだと言われているんだ。実際、捕獲した透明ガエルの中には、足や指の数が多かったり、肩の部分に異常な突起があったりといった奇形の個体も少なくなかったそうだぜ。突然変異で透明になったり、奇形が現れたりするなんて心配ね。考えたくはないけど、原発事故の影響が続いているとか？ロシアでこういった現象が起こると、原発と結びつけられることが多いが、チェルノブイリとクラスノウラリスクは、全然場所が違うんだ。透明ガエルの発見者である、動物学者のウラジミール・ベルシーニン博士は、クラスノウラリスク近郊の廃棄された化学工場による、環境汚染に起因するのでは、と推測しているぜ。そうなのね。確かに、決めつけは良くないわ。それにしても、環境要因による透明化って、考えれば考えるほど、不思議な現象ね。実は、実験としての生態の透明化については、すでに日本の理研が成功している。2014年、理化学研究所と東京大学の研究チームは、マウスの全身を丸ごと透明化し、全身の遺伝子の働きや細胞ネットワークの構造を、3次元データとして取得する技術を開発したと発表したんだぜ。すごいじゃないの、一体、どんな実験だったの？研究チームは実験にあたり、すでに脳の透明化については成功していたんだが、この際に使用した透明化試薬が血液を効率的に脱色することを発見したんだ。
具体的には、マウスをパラホルムアルデヒド水溶液で、含有固定した上で、透明化試薬に浸した。パラホルムアルデヒド水溶液？含有固定？知らない言葉すぎて、目が回りそう。簡単に言うと、組織を生きている時と近い状態に保つために、固定する手法のことだな。なるほど。臓器の場合は、10日間透明化試薬に浸すことで透明化でき、個体の場合は、皮膚を剥離して2週間浸すことで、全身丸ごと透明化が可能だという。ほえー、すごいことを成し遂げたみたいね。それじゃあ、ロシアの透明ガエルにも、利権の見印と同じことが起こったってこと？いや、その可能性は低いと思われるぜ。利権の方法は、ヘムという血液中に含まれる生体色素。脱色することで透明化を成し遂げており、その手段は特殊な薬液に2週間つけること。透明化のプロセスに類似点はあるかもしれないが、全く同じことが、自然界で偶発的に起こったとは考えにくいからな。まあ、そうね。言われてみれば、その通りだわ。それに、利権のマウスと、ロシアのカエルでは透明度は違うみたいだし。そうだな。生物の透明化は、科学の粋をもってしても困難だということだ。透明ガエルがいかに珍しいものなのか、これでよくわかったな。最後に紹介するヤバい見た目の特殊なカエルは、金のカエルだぜ。透明ガエルに続いて、金のカエルとはね、さすがにこれは、いないんじゃないの？まあまあ、そう言わずに。まずはこの画像を見てみてくれ。うわ、思ったより金色。というか、全身が金色じゃないの。な、眉唾じゃなかっただろ。この金色カエルは、体だけではなく、手や足、そして目までもが、黄金色になっているんだぜ。なんだか、そういう置物みたいね。これは一体、どこで見つかったカエルなの？実は金色カエルは今、日本各地で発見されているんだ。え、日本にいるの？ああ、そうなんだ。例えば、岡山県の倉敷市では、ある小学生女児が見つけた、金色のオタマジャクシが、カエルに成長したというニュースが報じられた。オタマジャクシの段階から、すでに金色だったというわけね。その女の子は今年7月に用水路で8匹の金色のオタマジャクシを発見し、そのまま観察したところ、3週間後にうち2匹がカエルに成長していたという。めちゃめちゃ最近の話じゃないの。他にも新潟県の佐渡市で、金色のカエルを小学生が発見したとして、かなり話題になっているようだぜ。夏休み期間だから、子供たちが発見するケースが多いのね。そうだな。先に挙げた佐渡市は、古くから佐渡の金山として知られているため、地元の人からも注目され、ご利益がありそうだと喜ぶ人もいるらしい。透明ガエルみたいに、環境要因による突然変異だとすれば、手放しで喜べないと思うけど。原因はわかっているの？金色カエルの正体は、アマガエルの色素変異体だと言われている。一般的なアマガエルの皮膚の色は、黒、黄、赤、虹色の、色素の組み合わせで作られているんだ。なるほど。一方、今回取り上げた金色カエルの場合は、メラニンと呼ばれる黒色の色素がほぼない。だから、その分黄色の色素が強く残り、色として表面に出ているため、金色のような色になっているのではないか、と推測されているぜ。何にせよ、遺伝子の突然変異ということね。日本にいるなら、私も直接見てみたいわ。そうだな。もし見つけたら、私にも教えてくれ。そんなこんなで今回の話は終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。